はい。今日の一ポイントですね。高齢者の薬剤管理について適切なものはどれか3つ選べという問題で、まず1番、居宅療養管理指導における薬剤管理指導は、医師の処方による薬剤だけでなく、市販の医薬品、漢方薬、健康食品や一般食品が影響し合う可能性を確認するというふうにありますが、まあ、これはその通りで丸ですね、薬剤と食品、あるいは薬剤と薬剤なんかが、まあ、うまく作用しないというか、 まあ、お互いにですね、悪影響を及ぼし合うような、そういうようなものっていうのもありますね。わかりやすいところで言うと、まあ、血液サラサラ剤であるところのワルファリンと、まあ、納豆やクロレラ。 あるいは青汁、こういったものを同時に取ることは禁忌というふうに言われていたりしますよね。まあ、そういったような組み合わせというものがありますので、まあ、この辺はですね、把握しておく必要があるということですね。でその次二番利用者の居宅を訪問して薬剤師が行う居宅療養管理指導は、薬局の薬剤師に限定されており、医療機関の薬剤師を行うことができないとありますが、これは誤りになります。薬局の薬剤師ももちろん行けますが、病院や診療所勤務の薬剤師も行けます、によって罰であると。 で、その次3番、服用した薬剤は主に尿から排泄されるため、尿量の確認が大切であるというふうにありますが、まあこれはその通りで丸ですね、ほとんどの部分はおしこから出ます。まあもちろん便から出たりとかですね、あるいは一部こう、あのー、俯瞰常説と言いますが、この汗とかで、汗じゃなくて、 あの、皮膚とかですね。あるいは、ま、上、あの、勇敢上節であるところの汗なんかから出ることもありますが、まあ、ほとんどの部分はおしこから出るということですね。なので、おしこが出ていなければ薬が体内に留まっているので、まあ、作用や副作用が大きくなりますから、そういったところを注意しなきゃいけないですね。ということで、尿量の確認は大切です。その次4番。生剤学的な工夫がなされている状態には、潰して内服してはいけないものがあるので、 飲みやすい材径への変更については医師や薬剤師に確認するとありますが、これその通りで丸です。どこで溶けてどこで吸収されるみたいなですね、タイミング的なところもですね、計算されて作られているものもありますから、何でもかんでもむやみにですね、飲みにくいからとかっていう形ですりつぶしたりとか、溶かして飲むとかそういったことをしてはいけないというわけなんですね。なのでそういったものは、これはきちんと医師や薬剤師に確認する必要があるということになります。その通り丸ですね。 で、その次5番。医師が処方した医薬品は、すべて後発医薬品、ジェネリックに切り替えることができるとありますが、これは誤りです。ジェネリックに切り替えてもいいですよというふうにですね、医師が処方箋にチェックを入れている場合というのは、これ切り替えても OK ですが、これ切り替えないでねというふうにチェックが入っている場合というのは、これ切り替えることできませんから、これは誤り、うん。ということになりまして、高齢者の薬剤管理について問うているこの問題の正解は、1と3と4の3つが正解しになります。繰り返します。1番。 居宅療養管理指導における薬剤管理指導は、医師の処方による薬剤だけでなく、市販の医薬品、漢方薬、健康食品や一般食品が影響し合う可能性を確認する。そして3番、服用した薬剤は主に尿から排泄されるため、尿量の確認が大切である。そして4番、製剤学的な工夫がなされている錠剤には、潰して内服してはいけないものがあるので、飲みやすい材形への変更については、医師や薬剤師に確認する。この3つが正解詞になります。解説は以上です。